はい、コウツさん、今日も格闘技に関する質問が TikTok の方に来てます。はい、テキサスの暴れ馬さんですね。はい、テキサスの暴れ馬さんです。僕は那須川天心が大好きです。タケルとボクシングに行く前に戦ってほしいです。コウツさんもそう思ってますよ ね、 ですね。みんなが思ってますよね。僕も思ってます。はい、仲間3人で週に1回屋根のついてる公園でキックボクシングをやってます。今3ヶ月目ですと。ローキックが大好きで、ローキックをもっと強くしたくて、四角いローキック用のミットを買ったのですが、外側のアウトローキックを強く蹴るためだけに使ってますが、他にも何かおすすめの練習方法があったら教えてくださいってことなんですけど、すごいですね。公園で練習してるってことで。公園用に買ったんですね。まあ、なんか多分屋根って言っても公園全体屋根で覆われてるわけないんで、多分一部が覆われてる公園だと思うんで、まあ雨には強いってことなんでしょうね。で、ローキック用のミットってことなんですけど、今、コウタさんのところにわざと置いてるんですけど、おそらくこれだと思うんですよ。はいはい、うん。ローキック用の四角いミットって言ってるんで、おそらくこれだと思うんですけど、で、まあ、外側からのローキック以外、ね、何か他にも、使う方法を教えてくれってことなんですけど、ですね、この、まあ、テキサスの暴れ馬さんとかみたいに、サンドバッグとかがないと、思いっきりローキックをね、打つ練習ってなかなかできないと思うんですよ。うん。コウタさんのここにありますね、まず、キックミットですよ。うん、キックミット。例えば、ね、キックミット。キックミットだとよくあるのが、ローキック受け手の人がこうやっておきますね。バン、ね。これでも、実際打ちてる人はまあね、よっぽどあれクレイジーな人じゃないと、これフルスイングで打つってなかなかないと思うんですよね。受けてる人ね、これで攻撃結構強い人の受けると痛いですよね。ヘビー級とかコウタさんみたいにパワーショット打てる人だと、これ結構痛いですよね。肘がグキってくるんですよね。なので受けてもあんま受けたくないですね。とか、もう一種類だとこれですね。これで軽く。そう。このローキックの受け方もあるんですけど、タイシンとか結構これやるんですよ。まあ受けれますね。打つと多分違和感あんまないと思う。でもこれもね、結構受けて痛いんで嫌なんですよ。なのでそうするとローキックを思いっきり打つっていうと、やっぱりまあサンドバッグはね、人間みたいにもう痛みを感じないんでね、思いっきり蹴れますよね。でサンドバッグがテキサスの暴れ馬さんみたいにまあどっかの体育館とかね、まあ、公園でやってたりするとサンドバッグってなかなかない。そうするとこれが出てきます。ローキックパッド、これ厚みが結構あって、まあ、大体受けてこうやって受けるんですけど、これで蹴られても、こんだけの厚みが守ってくれるんで、大丈夫です。うん。ね。なのでこれを使ってるんですけど、大体おそらくね、これ使う人って、まあ、さっきテキサスの暴れ馬さんも言った通り、思い切りこうと思って。思い切り。うん。この練習をやってる人が多分10人中多分8人か9人ぐらいだと思うんですね。うん。なんですけど、まあもちろんね、初心者の人とか、パワーショットを打つ練習はいいんですけど、やっぱ実践的に使いたいですよね。となった時なんですけど、僕が、タイのバンコクのムエタイジムで教わったのは、教わったというか、タイ人たちがやったのを勝手に僕見て盗んできたんですけど、で、自分でメモってきただけなんですけど、タイ人たちがよくやってたのが、まあ片手にこれ持ちますよね。で、こっち、まあ、パンチングミットなり、まあ、キックミットでもいいんですけど、持ちます。うん。そして実践的にやるんですよね。で、どういう方法かっていう、あ、今の現代であれば、まあ今、ローキック、ね、太もものとこ当ててこう受けたんですけど、今時であれば、カーフキック受けてもいいですよね。この辺にして、こうぞ。ね、カーフの位置に置いて、カーフキックの練習させてもらう。まあ、これ単発でもいいですよね。うん。カーフ。はい、ローキック。これもいいですよね。で、実践的にやるとしたら、例えば、ごめんなさい、ジャブ、ジャブ、ジャブ、ロー、ジャブ、ロー、ジャブ、ジャブ、ロー、ジャブ、ジャブ、ロー。はい、左フック、ロー、フック、ロー。はい、左のボディフック、ロー、ボディフック、ロー。はい、もう一回、ボディフック、ロー、ボン、ボン。ね、ストレート、はい、ストレート、はい、ストレート、ロー、ボン。あ、一回ストレートで区切ってからですね。パン、パンと、ね、ストレートローですね。で、これちょっと間を、ワンミットなんで、間を軽く置いてもらって、ストレートフックローって言いますね。ストレートフック、
ラッ、もう一回ストレート、ロッとね、あと何があるかな、あとエルボーロー、オッケーボー、ロッ、そうそう、エルボー、バッ、ラッキー、バイとかね、いう風に使います。やっぱ実践的にパンチ使って打たせますね。あとはプッシュロー、プッシュローっていうのは例えば僕がこれこういうやつでしょ、これグローブしてるんですね、うおーって、ね、右のパンチって言います。そこをコーチさんが止める的な感じで僕の胸のとこを押します。そうそして押してウェイってなって止まって、押されて止まったところに合わせてロー打つ感じでプッシュローをやりますね。僕が持ち手の人が前に出ます、そこを押してうわってなったところに合わせてロー打つ練習です。はい、頑張りましょう。はい、プッシュって僕が言ったら、プッシュ。まあ、こっちの人なんか分かりやすく言ってやりましょう。プッシュ。まあ、とか、その辺。僕がローキック例えば打ちますね。まあ、コウさんがね、ちゃんとしてるレベルの人であればカットしますよね。ブワンカットします。もう一回。カットします。ね、カットしてついたところに僕はもう一回ローキック打つ。ね。まあ、ベーシックです。ダブルローですね。まあ、バーン、バン。ごめんなさい。バーン、バンってありますよね。その練習のために、持ち手の僕側が足上げてカットって言います。そしたら今のと一緒ですよね。カットして置いた瞬間にコツ抜けるみたいな感じ。はい、構えて。カット。そう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 。カット。カット、シュッっていう感じです。で、相手がカットして着地したところに合わせるようなローキック。あともう一つは、はい、か、ね、僕の方が前蹴り打ちます。ブワン、ね、前足の前蹴り打ちました。ウィン、ウィン、ね、これは、まあ、当たっても当たらなくてもいいです、ね。よくある話ですね。まあ当たった方がいいんですけど、当たったら当たったらの生き物なんですけど、ブワン打ちます。ね、ブワン打ちます。そして次は打たないでローキック、ちょっとポップして、ダン、曲げてました。次は膝投げ上げて、この練習です。なのでコーチさんは僕が前蹴りしたら、ね、距離を合わせて、まあ、1回最初来ます、ね、軽く触るか触らないか当たらないかぐらい寸止めぐらいにしてもらって、2回目もう1回戻ったらバーンって上げてロー、ちょっとでしょうね、はい、構えて、はい、前蹴り、ポップ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 、ポイ、もう一回。ポイ。ポイ。もう、こんな感じです。とか練習します。あと何やるかな。ちょっとね、結構5、6年前に行った時の、あれ、記憶なんでね、あんま覚えてないですけど、結構あるんですよ。タイ人、こういうね、ローキックの練習結構いっぱいやってますよ。これ使った練習、すごいいっぱいやってますよ。で、組み合わせたりしますね。あった。カットしてるんですか、ね、僕の方ですよ、ね、ローキック行くふり、体だけ、ね、バーンって行くのと一緒で行かないで、ね、フェイクローですよねって感じ。練習もあって、僕がフェイクって言ったらコウさん一回体の動きだけローを打つふりして、もう一回しっかりローをください。フェイク、フェイクで、はい、構えて。はい、フェイク。そう。確かに聞き取れましたかね。僕の濁った英語で今何て言ってるか分からなかった。自分でもそう。フェイクって言ってます。F-A-K-E。フェイク。まあ、嘘みたいな。騙しみたいな意味ですよね。フェイクやろうって僕もよく言われますけど、フェイクです。フェイク。うん、そう。いいっすよ。うまいね。とか使うじゃないですか。こういう練習をこれで使います。で、さらに発展すると、まあね、初心者とかの人だったらここまで来ても結構すごいことだと思います。初心者であれば本当にね、はい、大きく。はい、大きく。はい、右ストレート。あった。はい、右ストレート。はい、ロー。左フック。バン、ローキック。カーフキック。これでも十分だと思います。これでも実践的に、初歩的な実践であれば全然いいと思います。ね、さらに発展すると、例えば、組み合わせるんですよね。クソ、そこにいてくれますかね。あ、もう一個前に来てるのかな。よいしょ。ね。例えば僕一人やりますね。フェイク&プッシュです。
フェイク&プッシュ、ロー。ごめんなさい。すみません、ね、ちょっと抜け。ね。今、フェイク勝手に一人でやって、行くぞって言って、そうするとこの人は体固まりますよね。うん。まあ、カットするなり、例えばカットしてくれたら、フェイクってカットしてくれたら足上げてるじゃないですか。ってことは、コウさんこれ押されたら、これで多分、あれじゃん。これで押されて、コウさん動かないってこと基本ないんですよ。すげえバランス、そんなにいいはずじゃないんで。ここで押されたら絶対ギュニ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 ュってなるんですよね。そこに着地合わせる。まあ、これムエタルテクニック用語なんですけど、プッシュローってね。それの走りとして、フェイク、プッシュ、ロー。もう一回いきますね。フェイク、プッシュ、ゴーってやったりとか、ね、今フェイク、プッシュ、ゴーだったんですね。前蹴りの今上げね、前蹴り、ね、前蹴りやって、前蹴り、プッシュ、ゴーってなってますね。うん。ね、シュッ、バーン、ね、シュッ、バーン、ね、あと何やっけ、プッシュ、バーン、これもう一個だけ。プッシュ、フェイク、ロールです。ちょっと言ってた。プッシュ、うん、ロール。ね、組み合わせいいじゃん、この3つをね。あと何やったっけ何やったっけプッシュ、フェイク、やったっすよね。あと何やらしく。投げポップやったっすよね。うん。ポップやったし、プッシュやったし。全部もうぐちゃぐちゃにしていいんですよね。もう一個前に来て。うん。プッシュ。プッシュフェイクローやったんだね。逆で、フェイク、プッシュ、そしてフェイク、ローとかもありです。うん。実践ならば結構ありなんでね。という感じで、まあいろいろ組み合わせるわけですよ。じゃあ、コウさん自分から、僕をプッシュしてください。はい、僕をコウさんから前に出てきて押してきました。そしてフェイクしてから、ローを取れますかね。はい。はい、構えて。コウさんから来る。そう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 、今フェイクとプッシュ合体させましたよね。 OK ですか。今度はプッシュして膝上げてポップしてローっていいですかね。はい、そう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 、というのもありですよね。今度じゃあ何しようかな。今のポップ前蹴りのポップしてフェイクして最後プッシュしてローキック。3段階です。ゆっくりでいいんでね。3ポップして、そうポップして足上げ、足だけ上げて、そうね、そして押して最後フェイクして押してフェイクしてロー、3つ重ねてるんですよ。これまで使えれば多分相当なローキッカーが出来上がります。そのローキッカー養成の練習ってことですね。だからタイ人やっぱローキック上手いですよね。カットされないですよね。タイ人はね、カットされるの痛いから嫌なんですよ。タイ人結構痛がるやつ多かったの。なので、絶対カットするようにしてるって言ってました。あ、僕聞いた一人のタイ人は。あ、日本語は喋れるよ、片言だけど。痛い、ローキックって言った。俺と同じくらい日本語喋ったんで。タイさんもう一回行きましょう。はい。そう。プッシュ。はい、プッシュ。そうそうそう。これが流れるように、しかも、この、例えば ABC だとしたら、ABC、BAC とか CAB とか使えるようになったら、本当に最高のローキッカーが出来上がりますよ。武田構造状態です。まあ、武田構造多分これ使ってないんで、多分すげえガンガン蹴ってファイトスタイルだったような気はしますけど、まあ、ペトロシアン的な、本当にうまい、まあ、アンディ・サワーとかに昔言えばね、うん、そんな感じのになりますよ。今度はプッシュ、フェイク、ローいきますか、はい。はい。これベストですね。プッシュ、フェイク、ロー。じゃあちょっと流れでやってみましょうかね。最初のうちはね、ほんとゆっくりでいいです。で、持ち手の人が結構技量が問われますね。あの指示出すのも。うん。なので最初のうちはゆっくりで、スローリーでやる必要ないですけど、そんなに早くやることよりも、打ち手の人も、ゆっくりではないんだけど、正しく、ハイスピードでやって間違えるぐらいやったら、しっかり普通のノーマルスピードでできた方が上だと思ってくださいね。はい、構えて、実践だと思って。はい、ストレート。ほい。ストレート。はい。ボディ。ボディロー。ほい。ほい。はい、ジャブ、はい、ジャブ、ロー、ジャブ、ローキック、はい、ストレート、はい、エルボー、右エルボー、はい、ローキック、カッキック、はい、ストレート、シュッ、カッキック、プッシュ、ロー、プッシュ、ロー、そうそうそう、いいですね。はい、ストレート、はい、はい、左フック、ドン、フック、ロー、フック、ローキック、フック、カーブ、フック、カーブ、はい、ポップ、プッシュ、ロー、ほい、ポップ、プッシュ、そうそうそう、いいですね。はい、ストレート、ほい、
はい、ボディショット。ほい、ストレート。ほい、右のエルボー、アット、ロキ、ほい、カッピー。カッピー。大きくね、堀口教授バリだね。はい、ストレート。ほい、ボディショット。ほい、ストレート。ジャブ、トン。ジャブ、トン。ジャブ、ロー。ジャブか。ジャブ。はい、右ストレート。ほい、はい。カット、ロー。カット、ロー。はい、僕が前に出ますよ。そしたらプッシュロー。はい、僕は前、もう一回前ですよ。プッシュロー。わー、はい、そう。はい、前蹴り。はい、前蹴りフェイク。はい、もう一回来て。はい、ローフェイク、ポンして。はい、フェイク、ロー。そう。はい、右ストレート。ナイスパンチ。もう一回。もう一回パンチ。ファイス。エルボー。あ、ナイスエルボー。もう一回。ファイス。ローキング。ファイス。カーティング。ストレート。ファイス。もう一回。ファイス。という具合で。疲れた。疲れちゃう。これ、どっちも疲れます。持ち手の人もね、すごい神経使うんで、まあ、お互いいい練習になると思います。上級者の人は、せっかくなんで、この、ね、普通のローだけで、強いローキック打つだけじゃなくて、サンドバッグのあるジムであれば、まあ、極論言うと、この使い方しなかったらあんまり意味ないですね。初心者の人はいいですよ。初心者は交代で、これ、一発ずつ打ったら全然、すごいありだと思います。ただ、慣れてきたら、強いのを、ね、強いローキック要請するんであれば、これよりもサンドバッグの方が重みもあるし、やっぱサンドバッグが一番かな。サンドバッグあるジムであれば、重いサンドバッグあるジムであれば、これより、ね、実践的にこうやってやるんだったら、やっぱこれあった方がいいです。はい。これいくらぐらいだったかな？多分ね、2万しないぐらい。で、あんま変な安いメーカーの買うと、まあ、これも長年ね、競合たちが蹴ったんで、ちょっとぶっ壊れてるんですけど、こんなんがあります。はい。まあ、ツインズクラス買えば問題ないんじゃないかな。うん。安いのかもしれない。ほんとね。前一回買った時すぐ壊れた3ヶ月ぐらいで。なので、まあ何事もそうなんですけど、あんま安いの買うとね、やばいんでね。まあツインズクラス買えば十分だと思います。はい。ということで、テキサスのアバレマ。ね、新潟のアバレマコータさんも今、ね、ローキックやってくれましたけど。はい。ということで、テキサスのアバレマさん、練習してみてください。頑張ってください。YouTube、TikTok、Twitter、Facebook、Instagram、コメント欄で格闘技に関するご質問お待ちしております。実は楽しい！格闘技楽しい！格闘技やると俺みたいに持てるよ。俺たちと一緒に格闘技やろうよ！せーの！